皆さんこんばんこばは今日はあの登場していただくのは、えー、世界一周80か国訪問英語イタリア語通訳ガイド多国籍料理バルゲストハウスモンドのオーナーである古久由紀君なんですけれども、えーとですね、実は由紀君と、まあ、結構長い付き合いで10年ぐらいかな付き合いがありましてですね,、うん、<laughs> ね2017年,あの 4, 年ほど4年半ぐらい前にですね、えー、結,婚前結婚した直後ぐらいですね直後。 ちょっとあとぐらいにうち、えー、の妻と僕の友達を集めてですね、このまさにこのモンドで、えー、パーティーなどもしましてですね、こんな感じでファーストバイトっぽい感じのこともあのしたりとかね、えー、キスブシリアンのスタッフもよくここでご飯食べさせていただいたりとかはいしております。そんなわけで はい、えっ、ー、と今日は旅がしにくい今だから食を通して旅の魅力を考える夜ということで、福、えー、田ゆきくんに登場していただきたいと思います。ではゆきくんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆきくんの背景の映画素敵って。あうちのやつですか。うん、ありがとうございます。これ今あの宿の一室、まあもと個室なんですけど、こういう宿の一室からどうん、よいしょ届けてやってます。 今、行っているところが大象って大阪のまあ大正というところなんですけど沖縄の人たちがまあ一応人口の4分の1ぐらい沖縄ルーツって言われているすごい沖縄にユーカリのある場所なんですね。で沖縄のルーツを持っている子にちょっとこの後ろの沖縄っぽい絵を描いてもらったりとかっていう感じで、まあ、一応下の畳にも琉球畳使ったりみたいな部屋になってるんですね。なるほど、うん ありがとうございます、まあ、なんですけど今ちょっとねこんなコロナみたいな感じなんで、まあ、ゲストハウスはちょっと休業ほぼほぼ休業状態みたいな。 バルもどちらかというとお、まあ、今ちょっと緊急事態宣言でお酒が出せないということで今月いっぱいまではちょっと締めてるので、まあ、こんな感じでちょっと出させてもらってる部分であるんですけど、まあ、ちょっと今日はねそんな感じであの、まあ、海外旅行とかはもちろん国内もちょっと今、ね、県移動するなみたいな話になってて、うん、すごいしにくくなってる、まあ、すごい内向きになってると思うんですよね今もう皆さんこう気持ちがねなかなかこうじゃあうちも来てくださいとも言えないんですけど。 まあそのコロナを置いておいて、全体的な流れとしては、やっぱり人の交流っていうのは今後も絶対、国を超えての交流っていうのは絶対深まっていくっていう方向にはなっているとは思うんで、一回ちょっと内向きにはなっているんだけど、やっぱりある程度、外に対しても意識を向けていくっていうのは必要かなとはね思っているので、今日はちょっと僕、今まで,あれですねシリアの経験、 シリアに滞在経験のある人たちが話をされてたってことでうん、うん、まあちょっといきなり全然僕、シリア関係ないんで、お前誰やねんって話になるかもしれないんですけど、ああのまいろいろと旅行を旅をしてきた中で、食は今ね、世界の郷土料理を出すお店をやってるんで、そのいろんな食べてきた食べ物とか飲み物の中から、ああやっぱ旅っていいよねとか、旅を通してなんかいろいろと。こう 得られるるもものについいてもう一回考えるみたいなことができたらいいなと思ってますよろししくお願いいたしま,すでまあちょっと僕、ね、軽く自己紹介なんですけどまあえっ、ー、と今はゲストハウスと、まあ、下で、えー、モンドというね世界の多国籍料理を出してるお店をやってるんですけどまあその前はちょっとイギリスにいたりイタリアにいたりとかでまあ食材を輸入する会社にいたりとかっていうのをやってたんですけどおまあ,あの旅先で嫁さんと出会って、まあ、ちょっと。<laughs> もともと旅が好きで地元をすごいこうあんまり観光地じゃないところにお客さんを連れていくっていうのがすごい好きだったんでえまあその地元の対象っていうのもすごいあの下町なんですけどあそこで宿を構えてもともとは海外に来てくれる人たちをすごい地元をこう見てもらったりとか地元の人たちに海外に来れてもらうような。 機会を提供できればなと思って今はちょっとモンドっていうのをやっておりますでやってるうちになんか2人子供が生まれて今は子育てにもなんかえらい追われてなんかバタバタみたいな感じになってるんですけども。<laughs> <laughs> これ、外観こんな感じなところで、中が、まあ、今ちょっとね、ドミトリの時代じゃなくなってきてるんで、ここはまた改装する感じになるかなとは思うんですけど、あどまあこんな感じのドミトリーだったりとか、まあ、個室、今じゃないところ、今行てるところとはまた別の個室がこんな感じになってます。ーで、えー、よいしょ、これが、まあ、今、下のバルの感じですね、こんな感じでやっておりますというところですね。 でえーまあ、うちの料理なんですけど、基本的にあの、まあ、世界のいろんな週替わりで、えー、郷土料理を出してまして、まあ、例えばこれ、あのペルーのアヒデガジーナっていう、えーまあ、なんだろう、鶏肉のまあ煮込みなんですけどね、パンとかをちょっとこう、うん、細かくして、一緒に煮込んだりとか、あの黄色い唐辛子う、えー、はいあの、アヒデアマリージョっていう、すごい黄色い唐辛子を使ってるんで、この色になってるんですけど、まあ、こんな感じの料理だったりとか、まあ、これ、ムケッカって、ブラジルの海鮮シチューですね。 ほんであとこれはあのソースゴンボ、まあアフリカはそう、ね、西アフリカの方のソースゴンボとかっていうのをやってるんですけどま下町でどっちかっていうとも小中酎とは何やろあのホルモンみたいな場所なんですよね周りって。でうちだけなんかソースゴンボとかはい、はい、あの無結果とかわけわからんもの出してるんで。<laughs> <laughs> もう周りからこう何やかようわからんみたいな話でこう言われながらこうね好きな人には楽しんでもらってるみたいな感じなんですけど、うん、まあ僕らの,その夫婦ともにまあ例えばこうどっか入った時に知らないメニューがあったらまずそこから頼むんですよねあこれ全然わからんから頼んでみようみたいな感じになるんですけど<ー>自分たちがこのいう料理出してまあ改めて思うんですけどえめっちゃ少数派なんですねそういにうよってね、うん、<laughs> どっちかっていうとこうみんなこうまあ意外とっていうか保守的というか まあ今日ね、そのあの見てくださってる方とかは、シリアとかに興味がある方たちなんで、もっとすごいオープンなのかなとは思うんですけど、まあ、一般的にやっぱり皆さん、すごいあの保守的なんで、こんなに頼んでいいかわからんと、もうなんかどんな味かわからんで怖いみたいなコメントが結構来たりとかするんですよ。で、まあまあ、ある程度は予測をしてたんですけど、まあまあ結構、やっぱり皆さん保守的なんやなというようなところで、えー、まあちょっとそれでうちでこんなピザを。 ある時点からです、ね、1年半ぐらいしてから出し始めたんですね。これあの<う>通称、逃げのメニューと僕らはあのうちうちで呼んでるんですけど、こうこう何を食べていいかわからんっていう人にこうピザっていうのがあると、ピザあるやん、みたいなちょっとピザみたいな感じでこうなる方が結構いると。僕とからしたら、僕らからしたら、ね、そのピザ以外のものを食べてもらった方がピザ、ここでも食べれるよみたいな感じなんですけど、やっぱりちょっとこう怖いっていう方のためにこのピザをこう用意してたりとかすると。 なんで、なかなかこうピザの注文率が非常に高いというね、<laughs> あ絶対パスタはそうなん置かんぞと言われるんですよ。パスタ置いたらみたいなあの。なんかミートソースとかね、でもそれやりだしてもイタリアンや、うんみたいな。確かにでも絶対みんなパスタとピザになるんで、もうなんかだん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 そのイタリアレストランになるんで、まあ、ちょっとそれは楽しくないぞみたいな感じでこう、<laughs> <laughs> パスタだけは誇示しているみたいな、なんかそのよくわからいないんけど。<laughs> で、まあ、ちなみにそのちょっとピザつながりで、まあ、僕があのイタリアの,あの食材屋さんで仕事をしてたこともあって、<ー>イタリアに行ってたんで、まあ、ちょっとピザつながりでちょっと情報を一つみたいな感じなんですけど、これ、まあうん、ナポリのピザ屋さん、有名なピザ屋さんなんですね。で、えー、とそこのピザこんな感じで、めっちゃでかいんですよね。でかっ、まあ。マルゲリータですよね。で、あの<わ>イタリアってピザお昼に食べないんですよ。えあのそう、ランチのピザって、基本ないんですよね。えそうであの 夕方からなんでかっていうと、まき窯で焼くじゃないですか、ピザって、本場はね。うん、で、まきをくべて、火を炊いとかなあかんと。はいはい、で、昼間にやってしまうと、夜までの間もずっとこうくべとかんかったら、すすになってしまうんで、効率悪いんですよね。だからもう、昼はやらんと、夕方ぐらいから巻きくべて、火ばあ炊いて、夜の間、めっちゃ焼きがくるみたいなのが、現地のピッツェリアのスタイルなんですよね。 ーなるほどだからあの昼間にあのピザ出てくるとこって大体観光客向けで電気釜だったりとかするんでこう夜しかやってないところを狙っていく方が多分現地は美味しいピザに出会えるっていうのが面白い。白い <laughs> あい行く時のポイントかなとあとあの現地の人ってこのどでかいやつ絶対一人で食べるんですよ基本的に。えっそうなの日本人的にはこんだけでかかったらシェアしようみたいになるでしょ。なる それがすごい日本っぽくて、そのやっぱみんなで食べようなんですけど、イタリアってむしろ個人主義なんで、俺はこの味やねんみたいなのが絶対あって、俺のピザみたいな感じなんですよ。うん、俺のピザと俺のピザ、<laughs> 触るなと、お前ら <laughs> 俺のピザやと。まあ、何を分けるとかそんなわけわからんみたいな話になってって、でまあもちろん、ね、分ける人たちもいるし、だんだん変わってきてるとは思うんですけど、伝統的にはもうピザは一人一枚俺のみたいなのがある、ある丸の私のっていうのがあって、まあそのシェアをしないっていうのが、 そのイタリア流のまあ食べ方なので、まああのー、現地で例えば昼からやってて、えハーフハーフがあったらやめといた方がいいっていうのは、まあ、あのイタリアのピザの,あの美味しいピザ屋さんを、まあ、美味しくないところを避ける鉄則みたいな。いや、面白い。<laughs> <laughs> ちなみに、あの現地でこんなピザの自動販売機とかマまじかあります<ジ> <laughs> <laughs> まあちょっと食べてないんでね、たぶんあんま美味しいのやろうと思うんですけど、一応2分でできますみたいな、こんなんもあるぐらい<ー>まあ普通に。 ちょっといつかこれ食べてみようとはね思ってでまあ,あのこんな感じでこういろんなところで食べ歩いてるんですけど、まあ、一番その80カ国とか回って、まあ、レストランもやってってなった時に一番聞かれるのがどこが一番おいしかったですかみたいな話がすごい超定番で来るわけですよでまあ当然その場所にもよるしでその当たり外れもあるんで僕が行ったレストランがたまたまおいしかったとかまずかったとかがあるからるまああの一概にここがおいしいっていうそれは僕のまあ主観ではあるんですけど僕の個人的なところはメキシコなんですよね えー、メキシコがまあ一番すごい、まあ、美味しいというか好きやったんですよね。でんでかっていうのをちょっとだけ話をして,、えー、してもらえればと思うんですけどフランスとか例えばトルコとか、まあ、中国もそうですけど、まあ、美味しいっていうのは基本的になんかこうイメージしていくんで、まあ、美味しくて普通なんですけどねメキシコってなんかこう多分イメージタコスこのタコスじゃないですか、まあ、でもあってブリトーとか,なんかあんまりメキシコ料理ってそれ以外何か知ってるっていうと、まあ、そんなに知ってる人って少ないと思うんですよね。 で僕もあんまりこうタコスとかまあそのまあブリトーとかそのぐらいしかなく行ったら意外とその地方地方にすごいいろんな料理があって街を移動すればその街その街のこう地方料理名物料理っていうのがあったんですよね。この,このタコスなんかも,あのもうめちゃめちゃ持ってるみたいなアボカドのってチーズのってこう肉のってみたいなでこれぐわーん巻いてなんかもっそんってなって食べるんですけどこれめっちゃ美味しいと。 で、これ、大墓っていう、えっと、南部の町の、市場なんですけども、ここで炭をめっちゃもくもくしてると思うんですけどね、炭火焼きで肉を焼いてくれて、それをこう、のっけて食べるみたいな、むちゃくちゃ、ちょっと汚い、えずは汚いんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ、ほんまにもう炭の香りがあって、みたいな、すごい美味しいと。で、まあま、あおっちゃんの中をどうぞみたいな感じでね、すごい、見た、病気やし、もちろん。いいね。で、これ、モーレーっていう、あのー、 カカオかチョコレートとかを使ってあの似てるソースなんですよねモレポブラーノっていう、うん、こういうなんか鶏肉をちょっとこうそのカカオ、まあ、チョコレートってもともとアステカメキシコの発祥なんでそういうのを使った現地の料理とかも本当にそに地域地域にいろいろあってそれがこう予想してなかったんでめちゃくちゃ新鮮でめちゃくちゃなんかこうあどこ行っても違う料理があっておいしいっていう,なんかこう予測してなかった部分すごい楽しくて。 でそのさらにメキシコから先に行ってグアテマラとかホンジュラスとか行くとここまでのバリエーションが出ないでなんかいきなりこうジ助アサってやったらこう鶏肉の丸焼きが出てくるみたいななんかその状態がしばらくペルーバーで続くみたいな感じだったんでよりなんかこうメキシコ良かったなみたいな感じになってでですねでその中で僕のベストこれなんですけどまあなんやこれって話じゃないですけどね。れここあののー、カンペチェっていう、まあ、この今 転をしてるんですけど、このユカタン半島っていうところ、うんうん、ここら辺の名物料理なんですね。で、うんうん、えっとね、これがパンデカゾンっていうえっ、ー、とまあサメなんですよ。サメ料理で、<え>で中っら、<メ>そうそうそう、あのトルティーヤをこうそうまあミルフィーユ状にして、その間にこうサメのニトマトソースニコみたいなこう段々にして、こうこういうなんかホットケーキパンケーキみたいな状態にしてるんですね。でこれがねもめちゃくちゃ美味しくて。 めっちゃ美味しいしでここはレストランだったんですけど <laughs> おばちゃんがねこれあの直にあの粉を練ったあのトウモロコシの粉を石で焼いてくれて焼きたててのトルティーヤを使ってやるんですよねもうめちゃくちゃおいしくてだかなんかこの辺のこういう,こう豊かな食みたいなのは予測してなかったんであメキシコめっちゃいいなみたいな。 であとそ,まあ、それを振り返るとやっぱりそのでその後に全然こう食のバリエーションが少な細くなっちゃったんでやっぱりその日本にいたらどっかの地域に行ったらそれごとに美味しい名物料理があるのか当たり前と思って行ったけどあ意外とそうじゃないなっていうのがなんか後々気づいていくんですよね。うんそうするとやっぱ日本とか、まあ、そういうメキシコもそうだしイタリアとかもそうだけどその地方ごとに料名物料理があるっていうのってまあ 本当にありがたいしそれってやっぱその食っていう分野では国としてめちゃくちゃ豊かなことなんだなっていうのにこう改めて気づくみたいな感じでなんかそうこを考えるとメキシコは本当良かったなっていうイメージなんですよね。でまああとそれがまあメキシコなんですけど、まあ、あとはその自分がすごい楽しかったのってその文化圏がこう違うところが微妙にこう混ざり合ってる地域の辺りの料理っていうのがすごい僕は面白くて。 例えば、でしょこれで、まあ、一瞬、どなたか、どこの国かとか、これだけで分かる人いたらすごいなと思うんですけど、微妙にね、なんかまあ、ヨーロッパっぽいんだけど、微妙にちょっとそうじゃない雰囲気もこうあるみたいなところで。うおえヒジャブ巻いてる人もいるう。で、ちょっと最後、ここで知ってる人が出てくるかもしれないんですけど、これ世界遺産の街なんですけどね、この国のモスタルっていうところで。すごい、なんかジブリみたい。 <laughs> この中、橋が結構、<laughs> まあ、再建してるんだけど、この世界遺産であトル。トルコってクエスチョンマークが。あ、近い、そうそうそう、近いんですよ。トルコら辺ですね。でも、実はトルコから、ら<辺>そうそうそう、ヨーロッパに入ったみたいな。ユーゴああ、いいとこ行きましたね。そうそうそう、その辺ですね。旧ユーゴ圏みたいな。旧ユーゴ。正解は出るか。セルビアああ、いいとこだ。あ、そうですね。正解は出、ね、る。あ、クラジア あ行行き過ぎた行き過過ぎぎた <laughs> ちょっと戻るた <laughs> <laughs> えっとね正解ねボスニアです。ボ、まあ、当たんないよねボスニアだあで、まあボスニアとかなるとそのやっぱりトルコとか中東の文化圏、イスラム、どっちかというとイスラムの人たちがムスリムが多いけどでもやっぱもうヨーロッパに足突っ込んでるんで、まあ、ヨーロッパ風の建物もあったりみたいな感じで<ー>で現地のモスクはこんな感じなんですよね。なんか普通の家みたいな。お前やで,でもミなレット立建ってるんであモスクなんやみたいな。なるほど なんかそのい,いわゆるそのドーム型のトルコっぽいやつっていうのは、ここにほあんまなくて、これなんかヨーロッパ建築なんだけど、微妙にミュラレットが立つみたいな、なんかこの微妙な混ざり合い感みたいなところがすごいこう面白くて、こで現地のまあなんだろう郷土料理、こんな感じなんですけど、まあ一個、右側の方は、えー、まあ普通のシチューですね、煮込みなんですよね、はいはい、辻だったかな、あの煮込みっで,、えー、で、左側のえっが、えーと 左の方があの、まあ、うまいドルマですね、ロールキャベツとかなんだけど、トルコとかだと、これ、ブドウの葉っぱとかでこうアジア系巻いてきて、うんで、ヨーロッパ方面に行くと、まあ、例えばフォーランドとか、まあ、ルーマニアとか、まあ、ドイツとか行ってもこうロールキャベツなわけなんですよね。これ、よく見ると、半分半分なんですよ。なるほどキャベツと こうの葉っっぱがこう両方入ってるみたいなでもう微妙にこうサワークリームとかのって若干ヨーロッパ方面に行ってるみたいなこのな、はいはい、この辺のなんかこう微妙なあの混ざり具合の郷土、まあ、料理って食べてると、まあ、これがやっぱボスニアの味らしくてやっぱそれってすごいその両方からこうせめぎ合ってる感みたいなのがすごいこの一皿に出てる感じがいいいねなんかこういうの食べてたらあ,、はい、あなんか 旅してるしなんかそのどっちにも触れてないどっちにもこう足突っ込んでる感じっていうのがすごい僕は好きで、まあ、ちなみに食後はトルコ、まあ、ボスニアコーヒーって言うんですけど、まあ、ほぼトルココーヒーみたいなほんまやコーヒーはもうトルコに行っちゃってるみたいななんかその<ー>行ったり来たりする感じがすごい面白くてこういうところ旅するのが僕はもうめちゃくちゃ好きだったんですよねだまあそれで行くとまあちょっと問いますマレーシアとかもやっぱりまあ有名ですけどね中華と マレーとインドみたいな、まあ、南インドみたいな感じでこれもあの手前が中華の炒め物でで奥がサテっていうねあのマレーの焼き鳥でで左のあ右の方か右の方の,さあの魚の上にはなんかちょっとインドっぽいスパイスがあるみたいな,なんか別々に頼むんだけどうこう一つのレストランでこんなんできたりとかあとこうラクサってまああの現地のシンガポールとかで有名な麺ですけどカレー風味の ココナッツも入ってる中華麺みたいななんか全部混ぜましたみたいなこう <laughs> <laughs> 全部ガーって混ぜたっていうこの感じでしかもそれがちゃんとおいしくてまとまってるっていうのがなんかもうこんなん食べてると僕はもうめちゃくちゃ楽しくてなんかこうやっぱ日本に行ってると日本のこう文化っていうのが強いけども、うん、イタリアとかもそうですけどね、うん、なんかこういうマレーシアとかボスニアとか行くといろいろ混ざり合ってくる感じ。 やっぱこれって現地に行ってちょっとこの不思議な味わいを食べないとやっぱなかなかこうどんな味かって想像しにくいと思うんですよね。うんまあそれをうちで出したりとかしてるんだけどやっぱりなんやねだくさんみたいな話になるとピ <laughs> ザみたいないやいやダクサ食べてよみたいな <laughs> 話にはなるんですけどまあでもこういうのが僕はすごく楽しかったなでやっぱこういうのが食べれるっていうのがすごい魅力かなっていうのはちょっと思っていてちなみにこれあのまあ見て分かってもらうかなジェラートですねイタリアのジェラートだね。 ややばいい <laughs> 盛り方やばいやろみたいな <laughs> あのすごいローマの有名な店なんですけどももらった瞬間食べ始めないともうそこ崩れるみたいな現地流の盛り方なんですけどもなんかジェラートとかも実はすごいなんかもうイタリア代表みたいなイメージですけど実はもともとこれあのアラブ人がもたらしたっていう話があってあのそうなんですよあのシチリア、まあ、発祥としてはあのジェラートとしてはフィレンツェの発祥らしいんですけどもともとはシチリアの ここですねシチリア島の方から、はい、始まってきてで、まあ、この地図で見てもらったら分かると思うんですけども海渡ったらすぐアフリカみたいな感じで,うん、うん、で大体日本のだろう平安時代ぐらいの,かの間のなんか700年800年900年とかその辺の年代はこのシチリア島ってこうアラブの人たちが支配してたっていう時期で,<う>で、まあ、そのアラブの人たちがアフリカの砂糖のキビとかそういうのの製糖技術っていうの砂糖を作る技術をこう持ってきて。 でシチリア、まあ、あの地中海で結構南で温暖なんですけど、これ、シチリアの景色なんですけどね、タオルミーナって,って、めちゃくちゃ綺麗なとこで、なんかあの数年前にイタリアでサミットが開かれたところのサミット会場やったところなんですけどで、こんな感じでその3000メートル級の山がぽつんと一個あるんですよ、エトナっていう。で、ここをまあ見てもらったら分かるように、雪が降るんで、氷が取れるんですよね。 で砂糖があって氷があってでもレモンとかオレンジとかも取れるんでその辺でこうシャーベット的なのを作ったっていうのが <laughs> そのジェラートのなんかこう、まあ、ジェラートの発祥の、まあ、シャーベットみたいな感じですよねからあのもたらされて広まっていったのが、まあ、ジェラートの、えー、発祥やでっていうのを現地に行ったらシチリア人にめっちゃなんか地盤毛に言われたっていう。ジェラートはうちやみたいな <laughs> なるほど まあそれもだからジェラートって実はそのイタリアっぽいんだけどその場所的にアラブとかと絡んでよできてきたっていうところもちょっとこのミックスされた実は食文化なんだよねっていうところがすごく楽しくてちなみにシャーベットってなんかアラビア語らしいですね元ともとは。あそうなのよ。なんかシャ,ルシ,ャルシャルバットかなんか,なんかそんな感じの<ー>なんか凍らした甘い汁かなんかそんなことをなんか言うらしくてそれがそのシャーベットの語源になったっていうのも。 なんか話があって、まあみたいな感じで、実はジェラートのこう異文化共存の食ですみたいな話ですね。めっちゃおもろい。ほんまや、シュルバチュルバって飲むって意味なんやけど、ああ、そうなんですね。英語で、そうそうそう、あ、そこから来てるシャーベット。そう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 、そんなんらしいですね。そうで、まあなんか、まあ、こういう感じでいろんな異文化をま、ま混ぜ込んだみたいなのもすごいこう、楽しいなと思いつつ。 まあ僕、あ、そうそうう、ケニアとかね、今、あのもね、エムリーさんいてるとこもね、サモサとかもともとインドの人たちが持ってきたものだし、そうそうでももうなんかサンブーサっていうのかな、向こうでは。ううん、うんそうで、あのケニアのちなみに写真が僕、全部あの、なんかなくし消えてしまっていて、うう、ん、そうなんか、ね、僕あの <laughs> ケニアの写真持ってないんですよ。だからちょっと僕は,は、ね、ネットからちょっといただいてきてるんですけど、そう、ケニアケニアとね、ウガンダがなんか。 写真がなくてでまあ、ちょっとこれ全然別なんですけど僕こあの数年前に沖縄行った時に沖縄に唯一のフィジー料理レス,レストランっていうのがあるんですフィジー人がやってる。えー、そでそこの名物料理がこのカレーなんですけど、まあ、シュリンプカレーなんだけど、まあ、そのフィジーもやっぱりそのインド洋とか太平洋を通してインドの人たちがまあめっちゃ行ってて、うん、なんかそのカレーっていうのがかなりあの現地の料理になってるんですよね。なんだけどその インドみたいにその島国なんでめっちゃスパイスが取れるわけじゃないんでメインはこのカレー粉、まあ、SB じゃないですかそういうカレー粉を使ってやるっていう感じ、はい、そののがカレー粉の味っぽいんだけどでもなんかそれがすごい現地の味になってるみたいな感じがあってなんかそれもこうカレー粉の味を食べながら面白いなみたいな。 なんかアフリカとかも結構そのうちの料理とかでもアフリカ料理を作る時に変にスープ作るんじゃなくてなんかそのマギーとかなんかそのスープの素みたいなのを使った方がすごいこう現地の味に近づくみたいなのが結構あって何 <laughs> <laughs> か下手にこう作り込まんその出来合いのものをちょっと加えてやる方がすごい現地っぽい感じになるなっていうのもなんかそれはそれですごい面白くてこれもそのカレーこの味はするんだけどもちろんすごいうまいこと作ってめちゃくちゃ美味しいんですけど。 そこがカレー粉の味を食べながら、なんかすごい現地、行ったことないですけどね、フィジーは。なんかすごい現地っぽいなみたいな感じを感じれるっていうところも、なんかそれが楽しいなみたいな感じなんですよね。で、えー、あと、ちょっとそうですね、まあ、これはこう異文化が混ざり合ったみたいな話なんですけど、あとはあの、まあ、ちょっと全然異文化関係なく、もう独自食いっちゃった系の料理みたいな感じで、<ー>もうエチオピアですね。 多分皆さん大体ご存知かな、これね。インジェラっていう。うな, <laughs> <laughs> なんかもう僕らの旅人の中ではなんか超有名料理みたいなそう、ね、感じですけどね。まあ、なんかこれとかももう、あの見た目ようみたいなね。はいはい、<laughs> 盛り付けの精神どこ行ったみたいな。<laughs> <laughs> もベチャーみたいなね、話なんですけど。<laughs> まあレストランのととね、こんなこんな時もあったりはするけど。あはいはい、まあ、このなんか、知らない方もいるかもしれないテフっていう稲の稲科の植物をこう。 発酵させて粉にしてでそれでこうクレープ状に焼くのがすごい酸っぱいっていうめちゃくちゃ酸味があるんでなんかこうクレープっぽくて美味しそうなんだけどすごいなんかこうクレープに酢かけたみたいなすごいなんか独特な味わいで、まあ、見た目も結構、ね、汚くて <laughs> 汚いというか灰色なんで、ね、あんまりこそそられないっていう日本人がエチオピアに行って大体苦労する代表みたいな、ね、料理なんですけどでそうそうこれなんかもあのこれもちょっと僕持ってなかったんですけどフィルフィルっていう。 極めつけみたいな料理があって、うん、これあの、うん、残ったインジェラを再利用するもともとメニューらしくて、うん、そのインジェラを残ったやつを細かくちぎってそれをソースで煮るとでそれを食べるんですけど<ー>それをそのまま食べればいいのにさらにそれにインジェラを巻くみたいなまたそのインジェラ残ったらまた <laughs> <laughs> もう何て言うのかなこうずっと無限ループやんみたいな感じになるんですけど なんかそのインジェラの中身がインジェラみたいなのもあったりとかするぐらいすごいこうインジェラインジェラしててすごいなんかうわすごいなってでも僕もこう現地行って最初うわって思ったんですけどでもまあこれとかもそうなんですけど、ねうん、その現地のちょっと辛いカレーっぽいやつとこのちゃんとインジェラとそのまま合わせて食べるとすごいなんだろう酸味と辛みがうまいことマッチングしてすごい美味しくなるんですよね。だから意外とその,そのままこう インジだけつまむと結構きついんですけど、そのカレーとかと混ぜると、あなるほど、ちゃんと計算されてるんやなっていうふうな感じになって、意外と美味しいぞみたいな感じだったんですよね。で、あとまあ僕、ちょっと国には行ったことないんですけど、あのロ、うん、<laughs> 々木牛ハイ、東京で食べたっていうね、あのブータン料理ですね。はい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 で。ガテも多分今もやってたんで調べたやってたんですけど、のまあ、このエマダツイって、これあの、ブータンって唐辛子がもうが野菜になってるんで。 僕これあのランチ時間に行ってランチやってなかったんですよこのエだってでももう食べたかったんで、うん、すいませんちょっとお願いしますみたいな話したら、うん、分かりましたみたいなもう忙しかったのにこう、まあ、作らせやがってみたいな感じになったかもしれないですけどその一応メニューではこう、まあ、一応日本人に合わせてあのそこそこ絡みは調節してますみたいな感じなんですけどもうマックスできたみたいで、うん、むちゃくちゃ辛くて「<laughs> <laughs> お前この野郎」みたいな多分ああの忙しい時に頼みやがってってなったかもしれないですけどまあすごいいい店主なんですけど。 めっちゃマックスできてもう逃げ場がないんですよねもう具材が唐辛子なんでで、まあ、チーズで煮てるから <laughs> あのチーズが逃げるかと思うんですけどこの唐辛子の汁がしみてるからチーズがむっちゃ辛いんですよねこのスープがでもスープ辛くて具材も辛いあーもうみたいな感じででも現地はこれが普通のまあ食事 で、めっちゃ一般的っていうの、なんかやっぱ現地に行った人たちから聞いてもそうやったんで、なんかすごいなーって。ーで、このまま食べながら、お,お腹痛いって思いながら、でも楽しいんですよね、うん、僕そういうのが。もうたまらなく楽しい。めちゃくちゃ辛いけど。グーは唐辛子のみなのそう、あの赤か緑かみたいな。すげえ <laughs> もう掘っても掘っても唐辛子しか出てこないみたいな。すごいんですよ、これ。もうなんか逃げられへん。 みたいな<い>なかその、まあ、もしかするとなんですけど僕の勝手な持論なんだけどエチオピアもそうだしブータンもそうなんですけどこ山あいなんですよねなんかすごいちょっと高知にあるこう高原だったりとか山あいにあるところでは要はその多分昔々その攻めるのにちょっと面倒くさかったと思うんですよ高いから。なるほどあのなんで、まあ、結構ヨーロッパの小国とかあのアフリカのレストとかもそうなんだけどあの、うん、やっぱちょっとこう標高のあるところに。 国作っとくとちょっと攻めるの大変になるんでもうちょっと勝手にやっといてみたいな状態になりがちで <laughs> <かに> <laughs> でもそこに資源がなければねなんかこう石油とかが、まあ、なければ多分もう勝手にやっといて状態になるんでなんかこういうちょっと独自進化みたいな、うん、なんかそのエチオピアとかも多分ケニアとかエジプトとかスーダンとか入ってきても良さそうなんだけどもう全然確固としてエチオピア料理があったりとかするんで、うん、なんかその辺のこう立地とかも考える。 なんかその独自進化した系の料理みたいなのもちょっとこうあるのかなってなんかそのボスニアとかはこう融合していった系なんですけど、まあ、ブータンもそうだし、うん、まあブータンも最近ちょっとインドの影響とかすごい強いらしいですけどなんかなんだろうなあの、まあ、独自に行ったところもすごい面白いぞみたいな感じがしていて、えー、いいなというところでちょっともうきま、うん、しょ。 汗止まらなさそうだねってって。<laughs> ああ、汗、汗、汗とね、なんかね、いろいろ出てくる。いろいろ出てくる。<laughs> <と> <laughs> なんかね、めちゃくちゃ辛いと、思う涙、汗、鼻水、なんか、たぶん、全部発汗しようとするんやろうね。<laughs> もうなんかいろんな液体が、ぴったり話出てくるっていうね、すごい状態になっております。あであの、ちょっともうなるべく早めにいきますけど、で、これちょっと話が飛ぶんですけど、まあ、飲み物とかもいろいろあるなっていうところで、いや、うん、あの、 コーヒーのね結構産地とかに行ったんですけど意外とその産地でグアテマラとかキリマンジャロとか美味しいコーヒー飲んでないことが多くて現地の人がうん、うん、やっぱその高級品は輸出しちゃうからなるほど。現地でコーヒー飲んだらその観光客向けのカフェに行ったらそれはもちろん美味しいんですけどその現地の人たちの飲んでるものって実は普通のこうなんかネスカフェのもっと薄いバージョンみたいなとかしてたんだけどここはエチオピアなんですけどエチオピアだけは なんかそのまあコーヒー発祥の地だけがあるのか、コーヒー文化がすごい根付いてて、でこれ、なんか現地の人にたまたま歩いてたら誘われて、こんな感じのこううなんだろうもう土作りの素朴な家なんですけど、はいはい、家の中にこういうお客さんを迎えるコーヒー、はい、テレモニーセットっていうのがあって、すご,そうすごい簡素な、まあ、全部プラスチックとかで簡素なんだけど、こんな感じで、でなんかこのなんだろうこういう、うん、焙煎して、なんかよくわかんないこう土の、土なのかか鉄板鉄板,か鉄板でこう。 バーって焙煎しててし入れてくれくるみたいなでおもててなししてくれでも全然その言ったら、まあ、貧しいと言ってしまえるレベルの生活水準なんだけどちゃんとこのコーヒーっていう文化だけは根付いてて、まあ、なんかこう森の中でこれを食べてたんですけどいやすごいなみたいな。いいねエチオピアだけはねなんかのコーヒーに関しては本当に何だろうちゃんと文化として根付いていて。 もちろん、いいものは輸出してるんでしょうけど、ちゃんとその自国民の消費もしてたのが、なんかすごい人気的でなあ、なんか、やっぱさすが発祥の国やな、みたいな感じがして、すごいね、うん、あのインジェラはすごい、うんってなったんですけど、コーヒーだけは、僕はどこ行っても、エチオピアは本当、どこでコーヒー飲んでも、<laughs> めっちゃ美味しかったっていう、ちょっとこ疲れたり、えー、疲れたいにコーヒーみたいな感じだったかなというところですね。ああで、これ、ちなみにあの、また近くの村で酒を飲んだんですけど、あ 中身これみたいな、なんかよくわかんない、泡立ってる。やばい <laughs> そうでもなんかまあ一応、僕の中では現地の人たちと同じものをやっぱ食べたいなと思ってるんで、まあとか,からちょっとや,やばそうな味はしてた、まあ大丈夫だったんですよ結果的に鍛えられてきてるんで、まあ、あ飲むみたいな。で、あとまあなんかちょっとビールとかもなんだろうな、あのまあ、イスラム系のビールって結構個人的に面白いなと思っていて。 例えばスーダンとか、まあ、イラン行ったことないですけどイランとかも,もう絶対酒見つからないんですよね。うん、でこれエジプトなんだけどエジプトとかに行くと普通に売ってるみたいな、まあ、トルコとかもそうだと思うんですけどねでエジプトなんかに関してもなんかもう完全に観光客向けにビールのこう、ね、サッカラとかルクソールとかブランドを作ってもう売り出しちゃってる感みたいなのがあってなんかそのイスラム圏でもやっぱりその観光客の誘致にすごい力を入れてたりとかあの、まあ、もしくはちょっと緩いっていうのかなその むちゃくちゃ厳格じゃないってところも意外とこのビール買えるか買えないか問題で、まあ、そこそこ,こうかれるんじゃないかっていうのを個人的にちょっとしていって先を飲む、ね、まあもちろんねそ,のそれだけじゃないんだけど、まあ、個人的にはすごいありがたいなとか面白いなと思いながらシリアとかっていうのも全然ない感じなんですかあるあるあビールはあるんだバラダバラダっていうあの,川の名前のコーヒーがうんコーヒーやコーヒーコーヒービールがビール そ <laughs> そうそうなんかあからシリアは行けるよ、ね、なんやヨルダンとかあの辺とかちょっとまだこう観光客が優しい感じのヨル,ヨルダンもあったあった普通に飲んだ記憶があるので、ね、そうなんかスーダンとかは全然なくて結構、まあ、酒好きとしては苦労したんですけどああそうなんやそそうそう,そう、まあ、ね、あごめんちょっとこれはあの汚いですけど虫ですね<っ>ちょっとああああ,あまりこの辺よくないね <laughs> 何が言いたかったかっていうとまあ美味しいよねでも。何<か>いやそういう虫ちゃんもさあ虫ちゃんねれる食べれる人にはねそうそうでもまあ何が言いたいかってまあちょっとそろそろ締めには一応入るんですけど、まあ、何が言いたいかっていうとやっぱりその、うん、なんだろうな食べ自分との文化じゃないものっていうのをやっぱり、ね、その受け入れにくいんだけどやっぱこうやって食べて美味しいってなった方があの絶対 現地の人と仲良くなるしでまあ,あのこれ最後のやつ僕があの、まあ、まだコロナの前とかにガイドをやってて大阪の居酒屋さんとかをこう巡って立ち飲み屋さん行ったりとかってので最後焼き鳥食べてみたいな感じでやってたんですけどでこれあの鶏の、まあ、刺身なんですけどこれ基本的にあの特に欧米系の人にも完全タブーな料理なわけですよね確かに超ゲテモンみたいな。かうちらかららかしたら普通に、はいあの まあ新鮮なものが食べれるんであれば、まあ、ダメな人はダメでしょうけど、一般的に食べる人が多いかなと思うんだけど、もうなんかみんな、うわ、マジかみたいな。でもちろん、その、頼む前に、ちょっと関係性をつくってこう、最後の最後の締めみたいな感じでこう出すんですけど、OK だったらっていう感じで。でもやっぱ、この彼らからすると、もうこれが完全なるゲテモノみたいな感じになるんだけど、僕らからするとそうでもないみたいな。なんか、その辺も、ね、なんか、 育った環境とか今まで何を食べてきたかっていうことにな,るしでなんかこれをなんか食べたらなんか一気にこう差が縮まるというか食ったぜみたいな感じにこうなるみたいな,なんか謎の共有感が生まれるみたいなのが結構あってもちろん食べないっていう人もいてそれはそれでも全然 OK なんだけどなんかこう食べてなんか乗り越えてえっと一歩近づいてきたみたいな,なんかこう謎の,この共有感みたいなのが結構この鳥刺しがこう橋渡しをしてくれるみたいな結構あったりとかしてやっぱなんかその ね、食べ現地のものを食べて受け入れてくれたなっていう感じが僕もすごくするし食べないっていうのはもちろんねそれはそれでも全然オッケーなんだけど食べ食べていくとすごいこう受け入れられやすいっていうのがすごいあるなと思っていてでまあ,あの僕が旅行してた時にあの同じものを食べてるんだけどやっぱりそのまずいって思ってる まあ、例えば日本人の旅行士ととかかも結構いすするんですよねで僕は全然おいしいと思ってたんだけどまずいみたいな人もいてでなんかやっぱ話を聞いていくとまあその普段の食生活がどっちかと,いうと結構こう偏りがちだったりとかってなってた人が多かったんですよね、まあ、ちょっと一般的な話になっちゃうんだけどやっぱその普段からいろんな味に親しんどくとこう今まで自分が食べたことのないものとかが来た時にあそれでもなんかこう受け入れられるみたいなその許容範囲みたいなのが多分広がるのかなっていう風に。 思うんですよ、ね、なんかでも普段んからこうあんまりこう食わず嫌いでそんなにこう食べるものの幅を広げてないといざなんか新しいものを食べるって時にはこれちょっと食べられないみたいななりがちになるのでやっぱりこう普段からいろんなものをこう好き嫌いちょっと置いといてとにかく食べてみて、ね、判断してみるとかちょっとこの酸味とかこう苦味とかいろんなこう普段のあんま食べ慣れてない味を食べるっていうのが意外とその国際的にこう 出ていくときにすごい役に立つんじゃないのかなと個人的には思っていてですね。なんでまあうちの子供とかにももういろんな味をどんどん,どん,どん食べさせていってる結果なんかあの3歳児がなんかアルファルファちょうだいとか,なんかよく分からんファッションフルーツとか <laughs> 誰やねんみたいな感じにはなってきてはいるんだけどでもなんかその素地はやっぱ作ってあげようかなみたいな感じが。 特に今そういうなんかちょっと話を戻すと内向きな感じになってきてるんで、まあ、なんかやっぱりだからこそ、あえてこういろんなこうものをね食べて、えーでその、せっかく日本になかなか外に出にくいんだけど、まあ、今のうちにいろんなものを食べて、の味のこう許容範囲みたいなのをどん,どん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 広げていくことができたら、やっぱりここからまたコロナが明けてね外に出られるようになった時に、えーま、たこう交流する時、ね、ときに、俺のもの食べてみるとかなった時に、食べようかみたいな感じで。 食べてあうまいやんけいとかまあまあ美味しくなくても食べきるとかねまあ僕がその出したこれとかもうまあモロッコの牛のお味噌なんですけど最後グロくてグ申し訳ないんですけどこれあの僕さっきのあのサメのミルフィーユが史上最高に美味しかったんですけどこれ史上最高にまずかったやつで <laughs> めちゃくちゃまずかったんですよ <laughs> あの牛のお味噌のなんかグレービーソースかけみたいな感じなんですけどもうもう獣臭しかないみたいなでしかもなんかもう味噌なんでこう 口の中全体に広がるし、でかいみたいな虫やから、まあ、なんか意味わからんぐらいまずかったんですけど、まあ、一応でもなんか全部食べきるみたいなことを一応して、あのー、<laughs> それでやっぱりちょっと現地の人と仲良くなるみたいな感じがあったりとかして、まあ、一応なんか食べられたんですよね、うんうん、なんだかんだと。やっぱそれってそれなりにこう広げてたからかなっていうのはあって、やっぱりなんか本当に、あれはほんまに、まあ、その食べきる気のが良かったのかどうか分からないんですけど、まあ、何ですかそういうい 掃除をね、なんかこう下地を作っておくっていうのはすごく大切かなというふうに思うのでまあやっぱり好き嫌いをねまあ好き嫌いはあるでしょうけどもまあなんかあんまり食わず嫌いをせずにしていくのがすごくいいんじゃないかなと思っておりますというところで、まあ、もし一応9月からうちもあのもうええ加減開けようと思ってるんでまあ近くに来ることがあったらね来てもらえたら嬉しいなと思うのとまあその時是非ちょっと知らないものから。 頼んで行ってもらえるとああそうねはい喜びますちょっとまあピザあるんだけどまあもちろん頼んでいいんだけど、うん、まああれちょっと呼び出っていうような形でまあぜひいろいろと試してもらってまあもちろんうちだ以外でもいろんなところにね食べに行ってまたいろいろとこう話を共有できたらいいかなと思っておりますとういうところでございますはいこんなところで綺麗<え>、はい、に閉めるな <laughs> <laughs> だもうめっちゃオーバーしたけどね <laughs> とというところではい本日はなかなかとすいません食べって申し訳なかったですけどご清聴ありがとうござい,ますあいやなんかあの,あのピザのソースってどうしてるの、うん、っていうの質問ではい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 ピザのソースはねえっ、ー、とうちはトマト缶をそのまんま実は使っていてで、えー、とそれもただ普通のトマト缶だとちょっとダメなんですけどあの、うん、ちょっと塩分を塩を足したトマト缶っていうのがあって。 でそれをそのままソースに使うといい感じのこうピザが焼き上がるんですね。ただまあその、まあ、言ったらそのトマト缶にちょっと塩、現地もそうなんですけどそのトマトソースってなんか別にた玉ねぎとか煮込んでとかやらなくてトマト潰してで塩いい感じの塩梅で、まあ、そこの塩梅がすごいポイントなんですけど,なるほどその塩の加減でうまいことそのトマトと塩でソースを作るんですよ。 でなのでそのソースソースって、まあ、現地語でもサルサって言うんだけどあの実はその日本人のイメージしてるトマトソースではなくて本当にトうんとその美味しいピザの条件ってもうそこの本当こうどの塩梅止められるかっていうところみたいな感じでだすごい奥が深いですよね。 であとその生地のやっぱり塩分とそのソースの塩分とちゃんと配合を考えてやってられるかとかっていうところで、だのうちは本当にその、もともと前にいた会社のそのトマト缶の塩が入ってるバージョンっていうのがあって、それがね結構上手いこと作ってくれてるんで、それをこうビャーって、でないときはそのだいたいそれに近い塩分でトマト缶で作るみたいな感じですね。そ、まあ、それはそのイタリアののピザなんでその多分 アメリカ系のやつってことはまた多分ちょっと違うとは思うんですけど。あとよくあの「タバスコありますか?」って言われるんですけどうちはタバスコは置いていないと。イタリアも、まあ、別にね置いてもいいんでしょうけどなんかその現地もやっぱタバスコはなくてあ,のあれってもアメリカのもんなんで,であのチリオイルです、ねあの。唐辛子とオリーブオイルオイル,オイルの中に唐辛子を入れたやつがでそれで辛みを足した人は足すんだけど<ん>タバスコってやるとなんかこう「はっ!」みたいな現地だと思う。 そんなアメリカンなも置いてねえわみたいな話になるっていう。なるほどそうそう。なんかよく日本人がやりがちなのタバスコと、あとあの食後のカプチーノですねあの。カプチーノってすごい牛乳含んでこう朝飯なんですよ、イタリア人からしたら。で、なんかん食べ終わったあとはもうエスプレッソとかこう濃いやつでこうキュッてやるみたいなイメージなんで、なんかこう、日本人って結構カプチーノありますかとこいつ何考えとんねんみたいな話に結構なりがちっていう。はあ。食後に牛乳飲むんか、お前はみたいな。 全然、OK、なんですけどねだか,だから置いてないところがほとんどでだったりとかそのレストランとかでは、ね、バルでは置いてあるんですけどんか結構その別にまあそれは好きなように頼んだら絶対いいと思うんだけどなんかその、うん、やっぱり、まあ、言ってちょっとやっぱ差別する人たちもいるっちゃまだいるんでなんかこうスマートに行くにはあんまりこう食後にカプチーノとかを言うと分 <laughs> かってねえなみたいなことを言う人がたまにねいてるので。 それでもカプチーノが飲みた,た,たかったらいいと思うんですよ、カプチーノや言うて、出せ言うたらいいと思うんですけど、うん、まあなんかその、予備知識として、なんかちょっとこうスマートに現地でやるには。カプチーノはないな。そうそうで,まあ、でもね、とはいえ、まあ、一応、それはまあ、本当に好きなようにやったら最終的にはいいのだろうなとは思うし、今は多分昔ほどはそこまで厳密じゃないし、本当、観光客もどんどん増えてきてるから。 コロナ前はね、もうちょっとこう緩やかになっているとは思うんですけど、まあ、その現地の人は少なくともこういう感じで食べてるよっていう感じでなんかその逆にイタリア人を日本に連れてきてしゃぶしゃぶ食べさせたことあったんですけど、その時にあにライスとしゃぶしゃぶで食べてて、でなんかオリーブオイルをくれって言われて、しゃぶしゃぶでオリーブオイルをくれか。そういう感じかで、お肉にかけると思うんですよ、ご飯にかけたんですよ、<laughs> こっちみたいな。 でもその白米っていうのがやっぱり彼だとしてはちょっとこう淡白すぎたみたいで塩とオリーブオイルをかけて食べ出してああなるほどみたいなもちろんお客さんやったんでもう全然ねオッケーやしその食べ物食べたらいいんですけどなんかこう日本人がこう白米にこうオリーブオイルかみたいな料亭でやったらぶっ殺されそうなね <laughs> そういうことだよね,ね、まあ、でもそれは、ね、全然オッケーなんだけどやっぱ日本人がしたらおおってなるしみたいな,なんか多分そのカプチーノを食後に頼むとかっていうのもなんかそう,そういう雰囲気の 感じかなっても全く問題ないんだけどなんかちょっと現地からしたらおーおおみたいないやーそれはすごい日本人がめっちゃわかりやすい <laughs> <laughs> 僕も肉あ肉にかけんのかみたいなごまだれじゃないわなと思ったら米だったってしかもなぜかしゃぶしゃぶ屋さんにオリーブオイルがあるって、ね、なんか後から聞いたらまかないで使うらしくて、ね、<laughs> 無理やり出してきてくれたらしいすいませんみたいな、まあ、結構ちゃんとしたしゃぶしゃぶ屋さんだったんですけどちょっと食って深いねななんんかか本当になんかね自分のも 自分のやっぱりその食べ慣れた味とそこからどこでだけだけ離れていけるかみたいなやっぱより現地に近づけた方が絶対仲良くはなれるよねっていうのはすごい思いますよね。うんうん、お腹壊さないのって質問がさっき来て,てあ。あのなれます。なれる。<laughs> <laughs> まあ、ただただ一つ言えるのはあの本当に壊すときはあのダメなもん食べたら壊すんだけど。うんうん ちなみに僕が今までで一番ひどく腹壊したのって、まあ、2, か2か所あって、1か所はインドで生水飲んだけど、もそれは適当にダメで、まあ、それは当たり前なんですけど2か2か、2個目がイタリアなんですよ。イタリアのレストランで食べた牛ほほ肉の赤ワイン煮込みを食べた後に、そっこう、うわーなって。<え>で、それ、たまたまなんかちょっとその祝日かなんか、かなり周りのレストランが閉まってるときで、空いてたところに行ったんですよね。で、だから多分食材が古くて、あ<ー>で、かつ赤ワイン煮込みだから、 あたから古いよ、ね、こう色があ使いよったなっていう感じで、でまあ多分アジア人だしっていうのもあったのかもしれないし、でちょっと酸っぱいなとは思ったんだけど、うん、まあまあまあ、まあ、そんなもんかなと思って食べたら、もうこのホテル着く直前ぐらいでもう,もうあかんってな、そこから翌日寝込むみたいな。でもうその確実にその菌はもう鍛えられないですけど、そ,の <laughs> それはさすがに無理だと思うんですけどね。 あの味のちょっと自分に合わないとかっていうところあとメンタルですよね絶対にだそのあ。これダメかもって思って食べたら結構ダメになるけどだもその僕もそのさっきのツアーの日本のツアーの鶏、えー、刺しを食べさせる時に絶対最初に言ってたのがあのまずダメって思って食べたらちょっとやっぱ気持ち悪くなる可能性が高まるのである、ね、ま,あまず <laughs> あの信用してと。で も、まあ、ちろん100%じゃないけどだみんな食べてるしこれは大丈夫だってまず思って食べることがすごくあの、まあ、それが、まあまあ、安定かどうか分かんないけど、うん、あのより今おいしく食べれるしそういう後々になんかこうトイレに行かなあかんとかって危険性を下げれるかなと思うのでもう僕も食べるとき絶対大丈夫と思って食べてるのでなもうそこの自己暗示がほとんど僕の場合かかってると思いますね。なるほどねそれでももう金はその暗示を超えてるけど、まあ、大体のものは。あの金はね。 うん、大丈夫かなと、うん、であとはまあ普段からもその賞味期限とかはあの、まあ、お店は別として自分で食べるときは賞味期限とかもその、まあ、うちの母親からのもちょっとこれは厳ですけども賞味期限は鼻でかけと明日で、まあ、その目じゃないと何月何日とか関係なく匂ってあかんかったら <laughs> あかんけどその匂っていけたらいけるぞ別に仮に1週間過ぎてようが10日過ぎてようが。 で食べてによって食べて普通の味やったら食えんねんみたいな話やったんでなんかそれで多分食べてきてるのもあったかもしれないですねだから若干のそのこう微生物系にはちょっと強いかもしれない昔からの積み重ねででも何かそういう意味ではなんだろうねあんまりそのきれいまあ今もそうですけど除菌除菌ってねその全部こう菌を取っ払ってしまうのが必ずしもいいのかみたいな議論はよくあると思うんですけど やっぱそのお腹かはなくも多分一緒でかなと僕はまあすごいごめんあの全然こう医学的なあれはない <laughs> めちゃめちゃ個人の意見やけどでもある程度なんかこう腐、うん、ったものはだめだけどなんかその本当にこう綺麗なクリーンなものばっかり食べてるとうん、うん、多分それこそ味アをア行ったら時に一発ポンダメになるけど,るど、ね、別に日本でもまあいろんなものを食べたそれこそ本当にいろんなものを食べていろんな味を食べとけば多分それは胃を鍛えるというかね、まあ、なんかちょっと強くなるんじゃないかなとは。 ままあ思いますねそれはまあああのあくまで個人の見解ですっていう感じですけど。ははい <laughs>、はいというわけで、あのがっつり30分 <laughs>、はい、そろそろ終わり。皆様<割>、はい、のお時間、はい、これ以上。いや、とんでもないあの、ねあの、みんな大興奮でございましたら、2> はい、第2弾ご希望の方はぜひこのトピックでしゃべってほしいとチャット欄に書いていただけたら、あのまた呼び出します <laughs> <laughs> また出ていきます。<laughs> はい、じゃあ,あのそろそろ締めさせて、はいただきたとます。<laughs> はいい思いますサマルはですねこんな感じで超今日も白かったでしょあのこんな感じで本当にいろんなタイプのゲストにでこう出ていただきながらですねこう楽しく皆さんと過ごしながらこのあとまた交流会もぜひと思ってますが来週ちなみにですね毎月ですねあの頭は、えー、と授業説明会っていう形にしていこうと思ってたんですけどあの先今月やってみて30分短くて僕もなったんで <laughs> 言じゃないけど8時から9時まであの ちゃんと話をして、9時から9時半質疑を落としつつ、今日みたいな感じのあの facebook ライブにあのしていきたいなと思ってます。はい、というわけであのよかったらですね。この後、皆さんあのちょっともうちょっとここ聞きたいなという方があのいらっしゃったらですね。この zoom でもう少しバチャバチャできたら嬉しいなと思います。ということで。 え今日はえ旅を旅がしにくい今だからこそっを通じて旅の魅力を考える夜ということで皆さんも考えたしお腹空すいたって方がいた気はするんですがあのーえー聞いてくださった皆さんありがとうございましたそしてと,とってもとっても面白い話をゆきくんありがとうございました。 というわけであの初めましての方もいらっしゃるかと思いますので「仏、え、教、ー、サマル」なんですけれども、えー、サマルというのはアラビア語で日が暮れたあと湯ふかしして友達と楽しく過ごすという意味のアラビア語でございまして、あのー、これ翻訳できない世界の言葉という本あの絵本の中にも出てくるんですけれども、えー、実際僕もシリアで体験しまして夜ぐらいにですね、あのー、こう友達が訪ねてきて。 えー、行くぞって言われて友達に連れてかれてですね夜の11時12時ぐらいまで喋るみたいなことがしょっちゅうありましてはいそんなのをサマールって言うんだなってことをね後で教えてもらって、まあ、そんなサマールな時間をですねあの今日のイベントの後、えー、9時半から、えー、交流会という形でさせていただきます今日はイソブシリアなんですけどもおシリアの子どもたちへの教育支援と戦争の前と後を伝えるという活動をやっております、えー、戦争前シリアはとても実は平和でございましてですね、えー、昼の2時まで働いたら家族 全とかに暮らせて収穫率も99%、大学まで無料、夜で歩いても危険を感じないというふうな、えー、そんな素敵なクな暮らしをです、ね、していたんですけれども、えー、戦争によって、ですねがらっとこう状況が変わってしまいまして、収穫率が一時期6%まで下がった地域もございました。えー、先週の収まるで、まさにそのアレッポという町で起こった出来事で、戦争の激戦区だった町。えー街 についてですね小沢さんに登場していただいてですねそこで、えー、日本語を勉強していたシリア人の話をですね聞かせていただきました。まあ、そんなわけでですねああのまあ、大変な状況があるので、えー、僕たち何かできないかなということで、えー、シリアの北部の幼稚園、小学校や、えー、トルコ南部のシリア難民向けの補修校などなどでですね継続的な支援を届けているという活動を2016年以降しております。はーいあのマンスリー 月額の給与なども集めておりましてです、ね、そこに入っていただくと、ですね、えー、いろんな特典もあるんですけれども、そのうちの一つとして、こういった、えー、イベント、有料のイベントに対して、でですすすねあの無料でご招待しままよっていうのもあります、えー、こちら8月28日、今週土曜日の8時からありますので、ぜひあのこちらも参加したいなと思われる方がいらっしゃったら、あのパートナー会も含めて、ですねご検討いただけたら嬉しいです。